どうも皆さんおはようございます。工藤です。6月1日の水曜日、現在の時刻は5時31分でございます。はい、おはようございます。はい、ついに6月に突入しました。はい、まあ、やったーというものでもないと思うんですけど、まあね、昨日の朝の配信でも言いましたけど、今日からプレイステーションのね、はい、アカウントの移行作業が、はい、プレイステーションプラスの移行作業が始まりまして、で明日6月2日に、まあ、移行作業が全て完了して、で新しいねサブスクプランにもうみんな移行すると。まあ、プレイステーションプラスにね、すでに加入している人は、プレイステーションプラスの、エッセンシャルだったっけ、になるという感じですね。はい。で、追加で料金を支払うと、エクストラだったり、プレミアムっていう風な感じの、はい。より高いサービスを、高いっていうか、クオリティの高い、なんだ、より多くのサービス、を受けられるね、はい、サブスクプランに移行することができるようになります。はい、まあ、詳細に関しては昨日の配信だったり、まあ、前のね配信とか、まあ、いろんなところでね、まあ、騒がれてることかと思いますので、いろいろ調べてね見てほしいなと思います。はい、今回のこの配信でお話ししたいこととはね、まあ、全然プレイステーションは関係ないんですが、はい、今回は音楽に関するお話で、 Amazon Music のキャンペーンのお話をしようかなと思います。はい。で、現在ですね、早速本題入っていくんですけど、現在、Amazon Music の方で、とあるキャンペーンが行われております。はい。どんなキャンペーンかっていうと、Amazon Music で、好きなアーティスト、もしくは、ポッドキャスト、をフォローすると一生分の音楽が聴けるギフト券が当たるっていうキャンペーンが行われております。はい、私もね実は昨日気づいたんですよ。たまたまね Amazon の、アプリをちょっと開いていたんですけど、そしたらなんかねこうトップ画面にスッてなんかバナーっていうのがパッて出てきて、一生分の音楽が聴けるギフト券が当たると書いてあって、はみたいなどういうことって思ったんだけどね。どういうことかっていうのはこれから説明していきます。はい、まず応募期間ね、その Amazon Music のそのキャンペーンのページがあるので、まあ、それを見ながらちょっとお話ししていきます。はい、一応概要欄とかにね貼っておくんで、よければアクセスしてみてください。応募期間はもう、ね、とっくに始まってるんですけど、2022年の5月23日の0時0分だから23日だから、もう特に1週間以上前にねもう始まってるキャンペーンではあります。はい、でもまだまだ全然キャンペーンやってるんで、はい、焦らなくて大丈夫です。はい、で5月23日からやってまして、いつまでかっていうと2022年の6月19日の23時59分まで、はい、6月20日になる直前までということですね。20日なので、まあ、今日から換算すると、まあ、普通だから20日ぐらいか、ね、ちょうど20日間ぐらい、3週間ないぐらいかな、の期間がありますので、まあ、そんなに焦らなくても大丈夫です。はい、でこのキャンペーンに応募できる対象者なんですが、amazon.co.jp にご登録されているすべてのお客様です。はい。amazon.co.jp っていうのは日本の Amazon のことね。アメリカとかの amazon.com の Amazon ではなくて、日本の amazon.co.jp に登録している人であれば誰でも参加できるというキャンペーンになります。はい。こういったキャンペーンってね、大体注意書きにも書いてありますけど、Amazon Music Unlimited。Amazon がやってる Amazon Music ってやつの中に、こう、最上位版の Amazon Music Unlimited っていうのがあるんですけど、とか、あとは Amazon プライム会員になってて、Amazon プライム Music っていうのもね、
あったりして、そういった方でないと参加できないみたいなものもたまにあったりするんですけど、今回に限っては Amazon Music Unlimited だったり Amazon プライム会員、まあ、Amazon プライムミュージックを利用している人以外でも、まあ、つまりその無料の Amazon Music Free っていうのがあるんだよね。 Amazon のアカウントを持ってれば誰でも聴ける Amazon Music Free っていうのがあるので、それを利用してキャンペーンに参加することができるということですね。はい、だからもう誰でも、はい、あの、まあ、私ね Amazon Music パートナーとして、まあ、Amazon Music Unlimited の、はい、まあ、紹介だったり、うん、まあ、登録してねっていう風な無料体験やってみてねっていうようなことをよく紹介したりねしているんですけど、あの全然Amazon Music Unlimited に参加しなくても今回のキャンペーン自体は参加できますので、はい、ご安心ください。はい、で、キャンペーンの参加方法なんだけど、amazon.co.jp にログインして、このキャンペーンの画面かな、うん、キャンペーンとキャンペーンを閲覧後、応募期間中に Amazon Music で好きなアーティストもしくはポッドキャストをフォローするだけで簡単自動応募ということです。はい、だからこのキャンペーンのページを見なきゃいけないっていうことなのかな。ちょっとこのキャンペーンを閲覧後っていうのがちょっと気になりますけどね。うん、まあ、特にそのなんかその後 なんだろうなんか応募フォームに名前を入れてとかそういうことしなくて大丈夫ってことですね。うん、前なんだっけ、BOSE の高い最上位のイヤホンが当たるみたいなキャンペーンもねありましたけど、あの時もね、簡単で自動で応募できるっていうものでしたけどね。はい、キャンペーン閲覧後って何なんだろう。まあ今この配信でね、私もなんかアーティストとかポッドキャスト番組フォローしてキャンペーン応募しようかなと思ってるんですけど、今すぐフォローして応募するっていうボタンがあるんだよね。ちょっと押してみようか、これ。押すとどうなの？あ、Amazon Music に飛ぶだけか。はい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 、なるほどね。うん。だから、まあ、どうなんだろうね。うん。普通に、今回私が、紹介している今私が見てるウェブページがあるんですけど、 Amazon Music のそのキャンペーンページがあるんだけど、そのページを見ないとダメなのかもしれないね、もしかしたら。うん、その見ましたっていうのがなんかわかるのかもしれないね、その Amazon のサーバー側で判断されてるのかもしれない。だから何にも知らずにただ Amazon Music でフォローしてるだけだと、ちょっともしかしたら自動応募にならないのかも知れません。なので絶対その、まあ、応募したい参加したいっていう人はこの Amazon Music のキャンペーンのページを、まあ、一度でもいいのでとりあえず一旦開いてから、Amazon Music で、まあ、アーティストだったりポッドキャスト番組をフォローするっていうことをした方が、まあ、確実かなと思います。はい、この手のね、この簡単自動応募って確かに簡単だし、ね、手軽にできるんだけど、なんだろう、ちゃんと応募できてるのかどうかっていうのがね、かなり怪しい、うん、怪しいっていうか、確認できないっていうところがちょっとデメリットではあるよね。うん、ね、前のだってね、BOSE のやつとかも、あれ、キャンペーンの応募方法なんだったっけ、なんか、Amazon Musicで音楽を1日1回聴けばなんかその1回応募みたいな感じになるっていうものだった気がするんだけど、確かね、あれもさ、結局1日1回曲聴いたからって言って、それがちゃんと Amazon 側でこの人1回聴いてるから1回応募ですねって判断されてるかどうかってユーザー側で確認する方法もないんだよね。うん、なのでまあちょっとその辺はね、まあしょうがないのかなとは思いますけど、はい、まあ、確実にキャンペーンに参加したいんであれば、まあ、今回に限ってはね、今回に限って言うんであれば、キャンペーンのページを閲覧してから Amazon Music でアーティストポッドキャストをフォローするっていう風にした方がいいかと思います。うん、
さっきも言いましたが、私のこの配信の概要欄に貼っておくんで、まあ、そこからアクセスしてもらって、やればいいかなと思います。はい。で、まあ皆さん一番気になるね、景品について、まあ、さっきその一生分の音楽が聴けるギフト券が当たるって言いましたけど、一生分の音楽が聴けるギフト券って何やっていうことなんですけど、景品はね、2つ、あります。2つ。はい。で、A と B があるんですけど、A の方、まあ1等の方ですね。うん。まあ、A と B、うん、1等、2等でもいいと思うんだけど、A は一生分の音楽が聴けるギフト券。うん。で、括弧して、70年分って書いてます。はい。70年分。うん。で、イコール82万3200円相当の Amazon ギフト券。抽選で1名様。ということになってます。はい。これさ、ちょっと頭いかれてるなってちょっと私は思ったんだけど、これ大丈夫なのかなね。1名だよ。1名。まあ、どんな確率で当たるんだろうと思うけど、抽選で1名に82万3200円相当の Amazon ギフト券が当たるんだよ。すごくない？なんか。ねえ。まださ、その82万3200円相当の Amazon ギフト券を、複数人でさ、割り勘じゃないけど、何人かにこう、例えば100名様とかであればさ、まあ、1人当たり8232円か、相当の Amazon ギフト券が当たりますとかなら、まあ、まだわかりますよ。うん。まだわかるんだけど、1人の人に、82万3200円相当のギフト券、まあ、70年分っていうことらしいけど、うん、が当たるみたいです。はい。なんかね、ここ最近そういう、前、なんだっけ、あれ、なんかニュースになってましたよね。支援金じゃなくてさ、自治体の、給付金か。給付金が一人の人に、なんか、うん千万みたいな単位が振り込まれて、で、それが勝手に使われて、返されなかったみたいなね、お話ありましたけど、これもなんか、最初パッて見たときさ、一人の人に82万も払っちゃって大丈夫だなってちょっと思ったけど、うん、でもね、なんか特になんか、修正が入ってるとかそういうことでもないので、間違いではないと思います。はい。なので、まあ、どれだけの数の人が応募するかわかりませんけど、ね、ただフォローするだけっていう簡単応募なんで、本当にこんなん当たるんかって思うんだけど、まあでも、当たる人には当たるらしいね。うん。一生分の音楽が聴けるギフト券。まあ多分70年分で換算してるっていうのは多分 Amazon Music Unlimited の、音楽利用料金かな、月額料金かける70年分ってことで多分82万3200円っていう計算なんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、だからもしね、当たれば当たればですよ、当たればもうほぼほぼ70年だもんね。私今28なので70年だから98。うん。もう正直音楽なんて聞けるのかっていう、ね、耳遠くなって音楽なんか音が聞こえなくなるんじゃないかっていう土地までね。うん。もう Amazon Music を聞き放題になるっていう最高のサービスでは、サービスというかキャンペーンではあるけど、はい。まあ、たった一人にしか当たらないということなんで、まあ、めちゃくちゃ倍率は高いと思います。はい。なので、まあ、あまりね、期待はせずに。うん。期待してもしょうがないから、こんなの。うん。はい。まあ、もし本当にね、当たったっていう人が、まあ、いるんであれば、ぜひ教えてほしいですけどね。うん。はい。というのが、まあ、A 賞。ほぼほぼこれのために、まあ、みんな応募するようなもんだと思うんですけど。うん。で、まあ、B 賞もあるんだけど、B 賞はほぼね、参加賞みたいなもんだね。うん。B 賞の方はね、100円分のギフト券。100円ね、100円。うん。で、これ抽選で2万名様に当たります。はい。うん。こっちはね、めちゃくちゃ当たりやすいかな。
うん、まあでもどうなんだろう、 Amazon Music の利用者がどれだけ日本でいるかっていう問題でもあるけど、うん、どうだろうね、 Amazon Music の利用者が日本にどれだけいて、そこからさらにこのキャンペーンを知ってフォローしたりして応募する人がいて、そこから2万名だからね、意外と当たるんじゃねえかなと思うけどね、 B 賞は。うん、まあ私が言うのもなんですけど、まだまだ Amazon Music 利用されてない方は結構いるんじゃないかなと思いますし、うん、Amazon のね、そのアカウント持ってたり、Amazon プライム会員っていうのは結構いると思うんですけど、Amazon Music を利用してるっていう方はね、まだそんなにはいないんじゃないかなっていうふうにも私は考えてますので、意外とこの B 賞はすんなり当たるんじゃないかなと、うん、勝手に思ってます。はい、まあ、外れるときは外れますけどね、うん、はい、というわけで、B 賞は100円分のギフト券が抽選で2万名様に当たるというものになります。はい、まあでもこれもね、2万名に100円のギフトだから200万ぐらいは Amazon 出してるってことだもんね。ね、すごいね。うん、まあお金のかけ方で言えば、まあでも A 賞よりも B 賞の方がまあ総合的に見るとお金がかかってるってことだよね。ね、2万名に100円渡さなきゃいけないから、だよね、2万、20万、200万だもんね、200万かかってるし、そう考えると A 賞の82万3200円ってまあ大したことないのかな。まあ一人にね、与えられる金額だから高く感じるけど、うん。Amazon さんが払う金額としては、まあ B 賞の方が、ね、よりちょっと、合計値でいくと高いっていう感じになりますけどね。うん。まあだから Amazon さんは A 賞 B 賞合わせると282万3200円ぐらいをこのキャンペーンでみんなにこう配ってるってことだよね。やりますね。さすがです。うん。もうやり方がもうすげえなって思うよね。さすが。で、本キャンペーンに参加すると、当選した際に景品をお届けするために別途メールが送信されますので、ご了承の上ご参加くださいと。うん。まあ、Amazon に登録しているメールアドレスも届くと思います。はい。で、ここからは、フォローの方法、アーティスト編とポッドキャスト編に分かれているんですが、Amazon Music のね、アプリを、はい、使っている方がほとんどだと思うので、まあ、アプリで紹介されてますね。見つけるっていうね、Amazon Music のアプリ立ち上げると、下の、なんていうの、フッターというか、まあ、タブの部分に、左からホーム、見つける、ライブラリー、で、アレクサっていうね、あ、言っちゃダメだ。これ言っちゃダメなやつ。これ言っちゃダメなやつね、うん。で、ホーム、見つける、ライブラリー、あー、なんとかさんの、まあ、タブがあって、で、そこから見つけるをね、タップして、で自分の好きな、まあ、アーティストさんだったりを、検索してそのアーティストさんを、フォローっていうねタップすると完了、これだけですね。はい、まあポッドキャストの場合もまあ同じっちゃ同じかな。うん、まあホームから、まあ、ポッドキャスト、まあ見つけるでもね見つかると思うんですけど、うん、まあ、ポッドキャストっていうね、まあ、ジャンルっていうのかな、何ていうのかな、うん、音楽とはまたちょっと別個なんでね、ポッドキャストは。を選んで、お気に入りのポッドキャスト番組見つけて、フォローをタップするだけというふうになります。はい。で、それで、あとはね、Amazon Music だけで楽しめるコンテンツっていう形で、まあ、他にも、アーティストさんだけじゃなくてね、なんかプレイリストだったり、っていうのも紹介されてます。これは、Amazon Music Live か、ファンメイドステージ、ゲストは DICE さんかな、うん、ライブ配信のなんかやつが書いてあったりとか、あとはポッドキャスト、幅広いジャンルでポッドキャストを独占配信中、はい、まあ、クドラジもここに入ります、このポッドキャスト番組に、うん、であとはプレイリスト、TikTok でヒットした名曲たちをプレイリストでまとめてプレイ。TikTok Hot Songs Japan とか、
あとは夏歌ベストソングとか、サウンズオブサマージャパン、夏歌 J-POP、 夏歌ポップスなどなど、気分にマッチしたユニークプレイリストっていうのも、まあ、あったりします。はい、まあ、そういったところからね、好きなアーティストさんを見つけて、まあ、フォローするとか、ポッドキャスト番組を見つけてフォローするとかっていうのがいいのかなと思います。まあ、すでにねお気に入りのアーティストがもういるっていうんであれば、それでフォローするのもありだと思いますけどね。うん、はい。であとは、まあ、キャンペーンムービーとして、Following is Cheering っていうね、動画が公開されていて、まあ、それの撮影の様子と出演アーティストからのメッセージ動画なんてのも記載されております。はい。私もさっき見ました。はい。まあ、私が知ってるアーティストさんはそんなにはいなかったけど、うん。まあ、なんか日本のアーティストさん、有名な人たちなのかな？ちょっと私はあまり分からなかったんですけど、うん、はいですね。あとはまあ最後に注意事項っていうのがいくつか書いてあって、条件を満たした上で一生分の音楽が聴けるギフト券、もしくは100円分のギフト券に当選したお客様には、2022年7月31日までに amazon.co.jp のアカウントに登録いただいている E メールアドレスでお送りいたしますと。抽選結果の発表は E メールへの通知を持って返させていただきます。落選の通知及び抽選結果へのお問い合わせ対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。まあ、だからね、当たったの当たってないのっていう、あのお問い合わせに対しては別に対応しませんよってことだね。うん、あの落ちたとしても何もないです。はい、当たった人にだけメールが来るというものですね。Amazon ギフト券クーポンの使用方法については、当選したお客様にお送りする E メールをご確認ください。Amazon ギフト券に関する規約や制限についての詳細は、Amazon ギフト券の最速をご覧ください。うん、で、キャンペーンの最速から、Amazon は本キャンペーンを予告なく変更また終了する権利を保有します。本キャンペーンにより獲得した権利を第三者に譲渡することはできません。キャンペーンの条件を満たさない場合、その他不正行為とみなした場合は、当選資格の無効等適切な措置を取らせていただくことがありますと。まあ、ずるすんなよってことね。ずるすんなよ。あとは Amazon が、まあ、予告なく変更したりすることもあるよ、みたいなことが書いてありますが、はい。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。うん。はい。と、まあ、そんな感じの。はい、キャンペーンが行われております。 Amazon Music の一生分の音楽が聴けるギフト券が当たるキャンペーンですね。はい、皆さんはどれをと誰をフォローしますか？はい、じゃあ私もね、今からフォローしていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、私はこのページ見てるんで多分いけると思うんだけど、どうかな、いける？まあ、今すぐフォローして、一旦画面更新して、まあ、私は Amazon プライム会員なので、 Amazon プレミアムミュージックが一応利用できるんですけど、まあ、今回に限ってはさっきも言いましたが、まあ、誰でも、うん、プライムじゃなくても Amazon ミュージックアンリミテッドじゃなくても、うん、参加できますので、はい、そうだな、せっかくなんでこのキャンペーンムービーの中で出てきたアーティストの中に DICE っていうね、アーティストグループかながいたんですけど、うん、まあ、さっきそのね、ゲスト DICE のファンメイドステージのライブ配信が Amazon Music、まあ、Twitch で行われるっていう話をしましたけど、うん、この DICE っていうね、アーティスト、まあ、聞いたことはね、見たことはあるんだけど、全然私はどうも、まあ、ご存知ちょっとないので、曲も多分聴いたことないんじゃないかな。うん。で、さっきなんかね、そのキャンペーンムービーの中に、その DICE のメンバーの方が、あの、2人か3人ぐらい出てきてて、なんかいろいろね、はい、喋ってましたので、まあ、ちょっと、それをフォローしていこうかな。うん。もちろん誰でもいいんですよ。あの、フォローするのはね。別にそのキャンペーンムービーに出てる人じゃなくといけないとか、そんなことはないですね。誰でも OK。 好きなアーティストさんね。じゃあ Amazon Music 行きましょうか。
ページに飛びます。今すぐフォローして応募するをクリック。そうすると、Amazon Music の画面に飛ぶんですが、ダイスで読み方合ってんのかな、ダイスこれでいいのか、これか。そうで、なんかあのなんで急にそのダイスをあのフォローしようかって思ったかっていうと、まあそのキャンペーンムービーの中にね、まあいたっていうのもあるっちゃあるんですけど、あのその中のメンバーの中にあの工藤大輝さんかな、うん、っていう方がいて、あの同じ工藤としてね、ちょっと応援してあげたいなと、はい、思いまして、まあはい、今回ダイスさんをフォローしていこうかなと思います。まあ、すでにね 44,000人以上のフォロワーがまあいますので、はい、ダイスさんはね、はい、有名アーティストなんでしょう。私はちょっと全然、うん、あでもシトラス、あれそうです、シトラスはなんか聞いたことあるな。シトラス、ちょっと待って、ちょっと聞いていいですか、ちょっとあれ、ちょっと待ってよ、ちょっと皆さんに音が聞こえないように聞かなきゃいけないから、待ってね、シトラスでしょ、これか、聞けるのかな、これでかったね、いや聞いたことないか、タイトルだけかな、見たことあるな、いやわかんないな、多分タイトルだけか、見たことあるの、うん、でも聞いたことはないな。 We Are って、あの We Are？ あ、ですね、あのワンピースのね、あの初代オープニングの多分カバー曲かな、はい、なんかあのもしね知ってる方、ダイスさん好きな方でなんかおすすめの楽曲とかあれば教えてほしいな。ちょっと全然私ご存じないのでね、はい、まあ、一応フォローしておきます、はい、はい、これで、フォロー中となりましたので、はい、無事キャンペーンに応募できたということになります。はい、まあ、1人じゃなくてもバンバンね、うん、他にも、フォローしちゃっていいと思うんですけど、例えばあとなんだ、今最近今期のアニソンで歌ってるアーティストさん誰かいたっけ、例えば、今ちょっと話題のパリピ孔明とか出たらどうなる？パリピ孔明、パリピ孔明、パリピ孔明で、パリピ孔明、なんか出てくるかな？チキチキバンバンは出てくる。チキチキバンバンは出てくるが。ちなみにパリピ孔明って入れるとね、ポッドキャスト の番組として私が紹介したあのやつも実は出てきます。はい。うん。パリピ孔明がね、まあ、アニメ化されるっていう話をした時のやつだね。パリピ孔明では出てこないか。黒猫さんとかであれば出てくるかもね。あとは、そうだな。まあ、スパイファミリーとかね。まあ、また話題ですけど、スパイファミリーのオープニングは、ヒゲダンですよね。ヒゲダンでエンディングはね、星野源さんとかも歌ってますので、まあ、そういった方たちをフォローするのもありかと思います。はい。かぐや様はあれ、鈴木雅之さんですよね。確か。鈴木雅之さんでしょ？アーティストの鈴木雅之さん出てきますね。はい。でこれで、鈴木雅之さんを、まあ、フォローすると、うん、フォローしました。はい、まあ、今期のねかぐや様の
オープニング、まあ、ギリギリですね。ギリギリっていう曲も、すでに配信されています。ただ、楽曲自体は、やっぱ、Amazon Music Unlimited に入ってないと聴けないとか、プライムミュージックの会員じゃないと聴けないとか、まあ、そういうのはあるったりするので、うん、やっぱ、全部ちゃんと Amazon Music で音楽聴きたいっていうんであれば、うん、Amazon Music Unlimited とかに加入するのがまあいいかなとは思いますね。はい。まあ、今回はあくまでそのキャンペーンに参加するだけっていう前提であれば、まあ、別に誰でも参加できるっていうものです。はい。フォローするだけはただなんでね。うん。はい。という感じですかね。はい。ちょっと待ってね。まずキャンペーン画面に戻りますね。どこだっけ？これか。はい。というわけで、今回私ね、ダイスさんと、鈴木正幸さんをね、まあ、今回ちょっとね、フォローさせてもらいましたので、これでキャンペーンに応募が完了したということになります。はい。まあね、A 賞当たるといいけどね。まあ、Amazon ギフト券がね、82万3000円相当当たるということなんで、別にそれで Amazon Music に加入しなきゃいけないっていうわけではないと思うので、うん、はい。まあ、それを使ってね、なんか欲しいもの買うのもありだし、まあ、本当に70年間、もう Amazon Music にそれで課金し続けるっていうのもまあありだと思うし、うん、まあ、大半の人はでも、普通に使うと思うんだよな、Amazon ギフト券ね。うん。だって、あれでしょ？確か、Amazon ってさ、Amazon ギフト券登録すると、支払いの時に強制的にさ、Amazon ギフト券の方を先に使うように、確かなってますよね。確か。うん。だから、当たって82万3200円相当の Amazon ギフト券が、こうチャリーンって入ったとして、これは、Amazon のミュージックに使いたいから取っておきたいんだって言っても普通に Amazon で買い物していくともう自動的にね多分ギフト券使われていくんじゃないかなと思うんだけど、うん、変更はできたかな、うん、まあはいまあ使おうが使おう前が、まあ、ずっとでもいいって感じだね、うん、はい、だから Amazon ミュージックだけじゃなくて普通の Amazon のお買い物でも使えるよっていうことです、多分。はい。うん、まあ1名だからね、うん、当たるかな当たんないだろうね、うん、はい、まあそのぐらいの、はい、期待感でいきたいと思います。はい、まあ、おそらく B 賞は当たるんじゃないかな、100円分のギフト券くらいは当たるんじゃないかなとねちょっと踏んではいますけど、はい、ぜひ皆さんも Amazon ミュージック、まあ、Amazon ね会員登録されている方であれば参加できますので、はい、ぜひ Amazon ミュージックでアーティストもしくはポッドキャスト番組をフォローしてみてほしいなと思います。はい。まあ一応最後にね宣伝っていうわけじゃないんですが言っておくと、私のねこのクドラジもですねAmazon Music さんの方でポッドキャストとして、配信されておりますので、ぜひね Amazon Music でクドラジをフォローしていただけると、はい、私としてはまあ非常に嬉しいかなと、うん、思います。はい。まあそのクドラジをねフォローすることでもキャンペーンにはもちろん応募できるようになってますので、はい、ぜひ。クドラジのフォロワーってさ、ポッドキャストのフォロワーってわかるんだっけ？出ないのかな。うん。アーティストは出るかもね。ちょっと待ってね。ポッドキャスト番組のフォロワーって出るのかな。もしかしたらそれなりにフォロワーがいたりすると出る。いや、出なそうだな。うん。なんか出る感じではなさそう。アーティストさんであれば、まあ、出るっていう感じかな。うん。はい。まあ、どちらにせよ、クドラジ、はい、フォローしていただけると、非常にありがたいと思いますね。
あとは、まあそうだね、今回のキャンペーンとは関係ないけど、まあ、Amazon Music Unlimited とかの方もね、はい、私の、ポッドキャストの、ね、概要欄とかに貼ってあるリンクから踏んで、まあ、無料体験でいいので、はい、そのままあの Amazon Music を継続して利用する必要はないんですけど、まあ、Amazon Music Unlimited とかの無料体験をしていただけると、まあ、私だったり、まあ、そのアーティストさんの、まあ、応援につながったりしますので、ぜひそちらもよければね、利用してみてほしいなと思います。はい。というわけで、今回は Amazon Music の、ちょっと頭のいかれたキャンペーン、はい、抽選で1名様に一生分の音楽ギフト券が当たるというキャンペーンのお話でした。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。